皆さんこんばんは。気象予報士の穂川香音です。ここからは明日の全国のウェザーニュースの天気を見ていきましょう。明日27日の天気ですが、高気圧に覆われて晴れてお出かけが楽しめる天気になるところが多くなりそうです。ただ注意をしていただきたいのは太平洋側エリアです。関東から九州の南部、明日も前線が南側に停滞するため、すっきりしない空模様となりそうです。お出かけの際には念のため折りたたみ傘があると安心なお天気となりそうです。各地気温は札幌で26度、体感はカラッとした感じになりそうです。東日本は30度前後のところが多いんですが、関東エリアあまり気温上がりません。ここのところ気温が高い日続いていましたから、皆さん体調管理気をつけてください。一方で西日本引き続き暑さが続きます。近畿から南西諸島にかけて35度前後と猛暑のところもありそうです。明日も引き続き暑さ対策バッチリと行っていただきたいと思います。明日は8月最後の日曜日、いい一日になりますように。今日も一日お疲れ様でした。